や、あのね、19時半まで見てた。1点差、そう、最後 0.5 秒だよさ。ね、惜しかった。何、オフライン完売おめでとうって、え、え、何それ、え、完売してるんですか、は、え、え、知らなかった、え、嘘、完売出てるの、知らなかった、びっくりした。ありがとうございます、びっくりだね、嬉しいですね。ね、沼にはまりに来ました、ありがとう。寝る子は育つということで、昨日の睡眠時間もまあ大量だったんだけど、10時間以上寝たんだけど、一昨日も10時間以上寝たんだけどね、最近私10時間以上寝てるんだけどさ、もうダメだ、10時間以上寝ないと無理な人間になってきた。もうこれはもう猫よね。うん、可愛い子発見ありがとう。完売出てて焦って申し込んだって。ね、ありがとうございます。とても嬉しいです。こんばんは。可愛い子発見ありがとう。テイありがとう。もっちゃんの身長を超えましたねって、あ、超えたかな、私もう2メートルいってるかもしれないね。ちょっとコーバン選手と同じくらいになってるよ。乾杯を祝って、乾杯って、か、あ、乾杯を祝って乾杯か。何で乾杯する、今さ目の前にあるのさ醤油しかないんだよね。ね、南川さんと、あ、南川さん、さっきはね中入り川先輩とテレビに出ていましたね。南川違いですがって、あ、そうですね、そう、私のなんか身内かと思いきやね、身内じゃないです、南川さん、芸人さんの。沼にはまりに来ましたってありがとう。あ、そう、醤油がある理由は、あのついさっきあの醤油使ったので醤油が目の前にある。こんばんは、うざびいてありがとう。寝すぎてもショールーム忘れないから嬉しいって、あ、目覚ましかけてます、ちゃんとあのショールームの時間。あ、柴田選手髪染めてたね。ね、めっちゃなんか私もああいう色にしたいなって思いましたね。なんかすごい人がやってる髪色を見るとさ、なんかやりたくなっちゃうの分かる？あ、ビール行くしかって、私無理だよまだね。醤油で乾杯って、醤油飲むやつ最近流行りの炎上するやつってね、最近さ世の中おかしくなってる、ね、え、目の前に醤油あるの、あ、みんな醤油ある、じゃあみんなで醤油持って乾杯しよっか。うん、飲めないけど、可愛い子発見ありがとう、ね、飲んじゃダメだよってね、の、飲まないですよ醤油は。醤油はね料理に使いますね、はるちゃんは。目玉焼きには醤油ですねって、ですよね、だよね、わかる、
私もそうですね。まあそうですね、はるちゃんはもう寝る準備も完了してるということで、この配信終わったらすぐに寝れるんですよね。早ない？最近ね寝る準備早くなって、もう暇な時間があったらもうすぐお風呂入っちゃうんですよ。最近今日は1日2回お風呂入った。やばない？お風呂なんか大好き人間になったのかな。いや嘘です、大嫌いお風呂。ね、こんばんは、うざびたありがとう。ね、芸人さんじゃないですね、親戚でもないですね、南川さんは。ね、私身内かと思ったんですけど全然違う方でした。今日お寿司食べてないね。こんばんは。ね、また寝るのって。いやまた寝るよ、だって明日早いんですもん。はるちゃんは明日ちょっと朝早くからで、で公園もあって昼寝する時間がないので早く寝ないといけない今日。どんだけ寝るねんって。じゃあ明日とかさ寝れないと思ったからあれですよ、今日はめっちゃ寝たんですよ。買い物したかったのに買い物行かなくてね。うん、まあ寝てたんだけど、ずっとおやすみなさいって。あ、まだ寝ないです、もうお風呂入っちゃった。もうもうお風呂入らないのって言われる前にもうお風呂入っちゃいましたね。目玉焼きには醤油とマヨネーズの、マヨネーズだろうって。あ、2つかけんの、すごい。私醤油だけだな。あと塩コショウ、こう焼いてる間にちょっとかけて、うん、ね、明日の配信どうしようかな。明日の配信は、7時からになりそうな気がするな。あ、明日5時配信はさすがにしないですね。そんな早くない、あの、うん、ですね、うん、明日の配信は7時からと、夜20時終わってお見送りとかいろいろやってたら21時以降過ぎちゃうと思うんで、21時半もできないかな。最近公演終わって1時間2時間経ってから帰るからさね、だからどうなんだろう、22時になっちゃうかもしれない、夜が。やだな。いや明日なんかあったっけ、明日木曜日なんかあったっけ、公演だけ明日予定。テレビない、これ、なんか今調べよう。ね、可愛い子発見ありがとう。あ、明日野球やん。あ、違う、野球、あ、野球は関係ない、野球は関係ないですね、はるちゃんには。いや明日野球、まあ確かに野球あるけど、うん、あ、でも16日はゆめさんの誕生日と、ラーメン部さん
だからラーメン部さんは、夜中だから大丈夫ということで、うん、何も気にせず配信ができるということなんですね。こんばんは、ブザビートありがとうね。そんなに残ってるんだって。そうなんですよ、掃除したり、あとね反省会とかね、いろいろとお話ししたりなんかしたら、まあ1時間2時間は過ぎるんですよ最近ね。いろいろやることあるんですよ、公演だけじゃなくてその他にも。こんばんは、可愛い子発見ありがとう、ブザビートありがとう。ニキは公演終わって配信してから帰るって、あ、そうなんですか。でも配信してから帰るってなるとちょっとね遠く、ね、どうだろうか。てか最近さ肌白くなってきてんですよ。多分皆さん見ても分かんないと思うけど、私は見てすぐ分かるんですけど、最近なんか1年前よりさめっちゃ白くなってきててさ、これは今年はるかの時代ですね。はるか真っ白になってレフ板になりますね絶対。あ、ゆめさんのお誕生日を祝う配信、ね、ゆめさんに一番に LINE か、一番狙えると思う、ね、こんばんは、忙しい、そう、忙しくはない、うん、お掃除偉いでしょ、ブザビートありがとう。キスダメがどれぐらいセクシーにできたかとかを反省するのって、いや他にもいろいろと反省会ありますね。今日はここが良かったねとか、今日はここがダメだったから次改善しようとか、そういう感じの反省会ですね。ね、キスダメだけじゃない反省会は、うん、でもねキスダメの顔のなんだろう角度とかさ、そういうねなんかあと揃ってるかとか振りがとかなんかいろいろとね、まあ、改善点がいっぱいあるんですけど、はるちゃん的にはね。こんばんは、来てくださってありがとうございます、ダンクなんかありがとう。7時から20、うん、どうしよう悩むね。ねえ配信予定、配信予定悩む。ブザビートありがとう。ね、白くなりたい。めっちゃなりたいですね。あさってゲーム部の配信はまあ見れたら見ます。ね、こんばんは。はるちゃん美人さんってありがとう。つぐみさんさね、真っ黒だったの信じられないですね。だって今めちゃめちゃ真っ白じゃないですか。あ、表情とかもねそう反省してますね。なんか最近はなんかよりいいものを作ろうと、はるちゃんはちょっとねジャンプの高さもちょっと調節してるんですよ、はるちゃん。抽選でファンも反省会に参加できたら面白そうって、あお昼頃はハルちゃん違う、なんか明日はできないですね。まあ公演以外にもちょっとあるんで、
ルアシー出るんだから見なきゃって。いやでもね、あの見たい気持ちはありますよ。違う違う、あの予定がなかったら見ますっていうこと。あのわかんない、あのあさってのスケジュールはまだわかんないですね、ハルチューは。ね、ね、かわいこはっきりありがとう。オタクの見れたら見るわ絶対見るけど、ハルチューはって、ハルチュー予定がわからんのよ、スケジュールがまだ。だから見れ、あのスケジュールが空いてたら見ますって、そういうことよ。あ、身長2メートルのハルちゃんが全力ジャンプしたら天井に頭ぶつけちゃうもんねって。そうなんですよ、最近ね頭をぶつけることが多くてね、あとちょっと腕を伸ばしただけで隣の子にぶつかっちゃうというね、あのちょっと反省点もありまして、なんか腕が伸びるみたいで、なんかブイビョーンってね。だからちょっとね、そこの調節とかを頑張ってしてますね最近は。飛びすぎて照明に頭ぶつけちゃうんです。そう、それでなんかあの脳震盪を起こしちゃうんですよ。あ、脳震盪なのかな、ちょっと頭痛がやばくなっちゃって頭ぶつけちゃって、うん、ゴムゴム、あ、ごあ、ちょっと 何言ってるか分かんないですね。朝ぶりかわいいちゃん発見ってありがとう。ちょっと腕伸ばすとラブラの壁突き破っちゃうからね笑った。それはそんなに伸びちゃう、やばい。伸びるの他にも力が強いですねそれは。こんばんは、可愛い子拝見ありがとう。ブザビートありがとう。可愛い子拝見ありがとうございます。そう、手足長い、うん、まあなんか最近寝すぎてね、なんかそういう能力がついちゃったみたいで、身長も2メートル超えちゃって、腕もね長くなって、そうびっくりですよね本当に。こんばんは、こんばんはです。はるちゃんこんばんちゅんです。こんばんちゅん。いろいろ壊すとエンディ遠藤さん怒られちゃってね、ちょっとあのまあ確かに、まあ、まあ壊さない程度に頑張ります、うん、ね、ちょっとびっくり、もう超能力も使ってるみたいで。キスダメのはるちゃんかっこかわいいって、え、ありがとうございます、嬉しいですね。完売出てたね、おめでとう。たくさん話そうなってね、たくさんお話ししようね。私びっくりしちゃったんだけどね、はるちゃんもちょっとログイン、久しぶりにログインしてみようかな。あ、じゃあこんばんはじゃなくておしゃべり会を受付中にしよう。最終ですよおしゃべり会受付、4月9日、あ、違う、4月8日分のおしゃべり会と、え、オフラインはまだある？まだ大丈夫なのか。4月8日のあのオンラインおしゃべり会はあの最終ですね。海賊王になるのかな、はるちゃん。かわいこ拝見ありがとう。こんばんは、愛してますってありがとうございますね。ちょっと久しぶりにあの NGT オフィシャル CD ショップをはるちゃんログインしたいと思います。あのアイドルになってからはログインしたことなかったので、ちょっとパスワードが違います。だってパスワード何だ、なんだパスワード、何ですか私のパスワード。ちょっとメールアドレスとか、まあ、パスワードなんだよ、おい開けないじゃないか。ちょっと待って、パスワード忘れたんだけど、ちょっと待って、そんなことある、ね、そんなことありますか私、ちょっとバカかもしれない。え、パスワード何、本当に今からパスワード調べたいと思います。え、メールアドレス間違えないように声に出して読まなきゃって、バカになっちゃう。はるちゃんやばい、メールいっぱい届いちゃうよ、みんなからのメールやばい。
パスワード見つけた気がする。これかも。あ、開けた、ね、可愛い子発見ありがとう。こんばんは。海賊王になりたいんです ね。最初なの8日の、オンラインだけだよね。確かにそうだよね。沼にはまりに来ましたって、ありがとう。やばい、まだ8日取ってなかったから申し込まないとって、ね、ラストですよ。ちょっと、あ、ほんとだ。嬉しいさですね。このまま波に乗りたいですね。はるちゃんの俺に乗れねえ波はねえって、あ、違う、ごめん、やばいやばい、稲妻イレブン出ちゃったね。誕生日ちゃうってなんだ。あ、パスワードの話。私パスワード変えてないんですよね。あのパスワード、これパスワードって変えれるんですか。なんか元からついてるパスワードね。夏木俺だって。パスワード夏木大好きだよって。パスワードそうなの。え、パスワード変えれるの。変え方教えてよ。あ、そう、ソールドアウトなのこれ。ソールドアウト、あ、ごめん、ソールアウトじゃないの。あ、なるほど、ね、パスワード忘れがちだよね。私パスワード変えてないからさ、パスワードのさ、あれが分かんない、ね、どうやって開いたのって。あのさ、 AKB ショップのところから、あのパスワード教えてくださいっていうやつをやった。あー、ありがとう。2部と3部も全部投げちゃうって。あ、私が投げるね、ちょっと。あ、でも5枚申し込めちゃうのね。はるちゃんも、私申し込んでもさ、あれだよ、申し込んでも誰もあの話せないね。マイページ、マイページから、マイページ行きました。はるちゅん、これでどうすればいいんだ。こんばんちゅん、今起きたって。 おはよう、ね、おはようございます。はるちゅんの波でサーフィンしたいって。あ、ありがとう。マイページから帰れる。なるほどね。こんばんちゅん、あ、こんばんはるちゅんですね。逆に変えないと覚えられないでしょって。え、覚えられないですね。逆にどうやってみんな覚えてるんだろうってね、びっくりしましたね。え、覚えられないこれ本当に。ん？え、いたずらすると怒られるぞって。地球線から、マイページ行ったんだけど、チケットセンターから行くのこれ。わかんない。ちょっとチケ線開こっかな一回ね。ママちゃんに申し込みさせようって。ママちゃん、ママちゃんおしゃべり会申し込むかな。ね、よく覚えてたよねってね、びっくりだよね。チケットセンター、 CD ショップとチケセン同じはずなの。そうなの。でもチケットセンターのパスワードとかも変えてないな、はるちゃん。よし、チケセンの推しメンは内緒だよ、言わないよ。誰だろうか、
いや私も覚えてないですね。で言わないよって言っときながら私も推しメン誰にしてるのかが思い出せないですね。よし。でちょっと今からログインを、久しぶりにログインするわ。え、これでどうすればいいんだ、マイページって、ね、スイスイだったら尊敬する。あ、ほんと？はるちゃんこんばんはって、こんばんはです。最近パスワードスマホ側覚えてくれるからいいよねって。だよね、確かに。ようこそ南川はるかさんだって。ようこそされちゃった。どこ設定ね。はるちゃんパーティー行こう、パーティー公演申し込む、会員登録情報、あ設定ここか、あこれか、うん、あこれだこれだこれだ。職業、あ職業じゃない、職業は小中高生になってる。まあそうだよね。あパスワード変えれちゃう、あ本当だ、パスワード何にしよう、ね、ちょっとはるちゃんはパスワードさ、あのねなんか全部の携帯パスワードが違うんだよね。あ全部パスワードが一定じゃないからさ、ね、職業クリエイター系にする？え？クリエイター系にしちゃう？え、職業給食中にする？給食っていうのかなこれ。アーティストにする？これアーティストじゃんこれ。アーティストにしよう、はるちゃん。よしね、夏木大好きにするのパスワード、やばい。よし、職業はアーティストにしました。かっこいいこれ、ね、ちょっと登録する。よし登録できた、かっけーマジ。よアーティストって、あどうも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 アーティストです。ね、推しメン登録なつきちゃん128日継続になってた。はるちゃんは誰だろう、今調べよう。推しメンこれ何日とかどうやって見れるの、やるやんって。あ顔認証はねしてないですね。いやしてるよ、してるしてるけど、うん、してるけどしてない。これ推しメンのさ何日経過しましたってどこに書いてんの、私ないんだけど。あこれ推しメン編、あこれか、推しメン継続に設定中の推しメンかこれ、なるほど。はるちゃんはあーこの方設定してたんだ、うん、なんか設定いなくなってた、ね、マイページからできるんですね、なるほど。ちょっと AKB さんは登録してあって、HKT さんと STU さんがさ、ね、HKT さんと STU さんが登録されてないわ。あ、推しメンと推しメンさん、あのそうですね、いな、あの卒業メンバーにしてると一定期間過ぎると消えちゃうよって。あだからか、あじゃあ消えてるんだ。消え、わかん、え、いや言わないよ、言わない言わない言わない、と
とりあえず3期生全員分の推しアカウント作ろうって作っちゃう。え、ちょっとさね、私あ気になる、あち気になるメンバーを選択してくださいだってね。 NGT で気になるメンバー南川遥か入れとこっかな。え、バレてる、バレてそう。あ、私推しメン前言ったことあるよね、そういえば。バレてる方にはバレてるわね。気になるメンバー、え、推しメン登録どうしようかな。え、公園投げたことありますよ、はるちゃん。ありますあります。推しメン誰にしようかな NGT。 悩みますね。スイスイにしようかな。あ、リカさんありだね。リカさん推しメン、みはるさんなの。2196日って、え、それってなんだ、それは何年。ユーハ一択で、ユーハ一択。はるちゃん推し、スイスイの生誕とか当たりやすくなるよって。そうなの、え、私出る側じゃない、もしかして。待って、でも、え、私出る側じゃない、もしかしてスイスイの生誕祭とか出れなくなる、ね、出れないならスイスイ選択しないと見に行けないね。あ、そう、ベルちゃんとのコンビ名星になるんですよ、チャチュン。チャチュンね、そう呼ばれないかもしれない。嘘でしょ、保険かけとく。じゃあスイスイにするわね、保険かけるわ。じゃあスイズナ付きに変えたね、一緒に客席で見ようって。分かりました。ちょっと出れなかったらね、ちょっと嫌だからね、ちょっと、うん、保険としてスイスイにするわ。うん、こんばんは、こんばんはです。ブザビートありがとう。PA 席で見てて、あ、 PA にも呼ばれないかもしれないからね、だからちょっと保険としてスイスイの、うん、隣の席がはるちゃんだったら生誕祭どころじゃない。え、そんなことある。なんか嬉しいですね、とてもとても。え、どうしようかな。ちょっと今推しメン設定頑張ってるはるちゃん。ね、こんばんは。 AKB の推しメン1645日なの。え、それ何日、違う、何日じゃない、これそれ何年ですか。客席にいたら何色のペンライト、あ、何色のペンライトか。ピンク黄色ですね。ピンク黄色振ります、はるちゃんは。いつか MC のネタになるだろうなって、ね、なっちゃうかな。スイスイの生誕祭にはるちゃん出演できずとか言われたらショックだって。めっちゃショックだねそれ。よし、4月22日は仲間と連番するねって。4月22、あー、推
おしゃべり会の話か。え、おしゃべり会の話だよね、4月22日って。今びっくりした。公演入ったっけって思ったら今3月か。オフラインのおしゃべり会の話 ね。ありがとうございます。楽しみに待ってます。365で割ればいいって。あ、はるちゃん、あの筆算しないと割れないですね。はるちゃん、ピンク黄色仲間、あ、ありがとうございます。仲間です ね。オレンジ、オレンジオレンジも振ってくださると嬉しいですね。私は姉ちゃんの隣がようございますね。姉ちゃんの隣がいいの。あ、手に計算機持ってるわ、確かに。1645÷365 は、あ、本当だ、 4.5 って4年半ですね。待って、さっきの方も計算しよう。みはるさんの、みはるさんの2196÷365、6年すごっ。6年前から登録してるんですか、すごいですね。ね、オフラインありがとうございます。あ、そうだね、公演は連番できないからね。確かに。可愛い子拝見ありがとう。ね、一押し南川遥か登録しておきましょうってね、ぜひ。じゃあいいね、登録しておきましょう皆さん。よしよしよしよ、うん、よっかかりたい。チュンチュン、あ、チュン、こんばんは、こんばんはん、こんばんはんですね。来てくださってありがとうございます。はるかちゃんの日数もそのくらいになるのかなってね。え、私、え、もし10年だったらどうなる。365×10 だったら、あ、数えなくてもいけたわ。3650か、計算しなくても0足せばよかったわね。そうなるかな。連番できないはずの公演で知り合いと連番になった時の楽しさったらってね、それすごいなんか嬉しくない。くじ運がいいのかね、すごいいいね。あ、 AKB48 グループサービス会員登録情報編集完了って書いてあった。アイニャ初期から1763日で変更したって。1763÷365、あ、4年と8ヶ月すごいね。はじめアンジュさんだったんだ。へえ、教えてくれてありがとうございます。今は誰なんですか。今はみんな誰登録してるんですか。あ、ネタなしで、冗談なし。それは推しメン以外にもチェックメンバー3人選べるからってすごいね。チェックメンバーどうしようかな。9時になってから知り合いが隣になったこと5回くらいあるって、すごいね。それさ、知り合いが多いんじゃなくて、知り合いが多いんじゃなくて、もうその同じ方。3249、約、あ、9年ですか。3249って9年、あ、8年9ヶ月か。惜しいな。
すごくない？それすごいね。地形戦ってそんな前からあったんだ。10年後は死んでるかもしれんなって、そんなことない、ね、かわいこはけありがとうね。相当少ないんだ。え、じゃあすごいですね。ね、はるちゃんもなんか隣の席になりたかったなって思う、うん、今日の前髪かわいいって、ありがとうございます。お風呂上がりだからかな。かわいこ発見ありがとう。はじめは、あ、ゆかさんなんですね。2017年3月10日に登録してるって、すごい。そんなあれもわかるんですか、登録したやつも。はるちゃんこんばんは。知り合いから教えてもらったけど4月22日4部完売おめでとうってね、ありがとうございます。私も今さっき教えてもらいました。ビックリンゴですね。とても嬉しいですね。本当にありがとうございます。知り合いは卒業と同時にほとんど消えたの、はあ、確かにそういうのもあるよね。かわいこ発見ありがとうね、ありがとうございます。明日の風が吹くぜ。違う、明日の配信時間を決めようと思ってたんだった。そうだ、あ、新たにできたの？ああ、卒業、あ、よかったね。それはなんか新しい出会いというか、かゆい。地球戦2013年からあるの？そうなの？そんな前からあるんですね。あ、一番身長高いメンバーってあの子でしょ？わかる、あの子だ。はるちゃんのおかげなの？え、ありがとう。はるちゃんのおかげで友達が増えたってことか。嬉しいですね。ね、ゲリラ配信になってもいいの？ゲリラ配信は、ね、なるべくしたくないんだけど最近そうなっちゃうんだよね。ゲリラ配信にごめんだよ本当に。かわいこ発見ありがとう、ね、沼にはまりに行きましたってありがとう、ね、明日パーティーですね。楽しみですね。はるちゃんが出会いをくれたって、え、ありがとう。なんか嬉しいですね。配信時間昼の12時からね、できないんですよ。そう、明日はね、明日は7時から8時の間とかしかできない気がする。ゲリラ配信ですね。これから公演終わってからも配信できますねって。確かに、まあ、はるちゃんが寝なければの話なんですけど、
はるちゃん最近公演終わったらさすぐ寝ちゃうことがありましてさ、でも大丈夫そうだね。土曜日久々に行けるって、あ、楽しみに待ってます。南川だね、はるちゃんって。南川ですね。明日新潟夕方から雨だって気をつけてねって、ありがとう教えてくれて。雨なのか、冬眠したいね。冬眠したいな。南川冬眠する日っていう日を作りたい。まあ今日は冬眠みたいな感じだよね。今日の睡眠時間は冬眠。あ、今来たけどもしかしてもう終わりって、あと10分出すね。劇場からはるちゃんの家まで屋根つければ大丈夫ってなんかありましたよね。なんかマリオでさ、なんか WiiU だっけ、なんかの機械でさ、こうやって一人の人がポチ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 ってやるとさ、なんかちょっとなんか道ができるみたいな、なんかあったね。ね、みんななんか誰かやってください、誰か。私の頭の上になんかポチ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 って屋根を作ってください。昼20度なの？あ、そうなの、暖かいんですね。じゃあ明日、ね、冬じゃないけどねって確かに、ね、冬じゃないけど冬眠しちゃいましたね。新潟土曜日まで雨みたいですって。え、土曜日までなの？いやね、それは冬眠にな、冬眠しちゃうよ。はるちゃんは雪じゃなくて、あ、雪じゃないだけ良くなったべさって。え、雪より雨の方が嫌いですね。雪の方がマシに見えてくる。なんかカエルもヘビも冬眠から目覚めたのかな。今来たばっかりってごめんね。ちょっと10時からはみゆみゆさんのラジオがあるのでそちらを一緒に聞きましょうね。4月のオンライン申し込んで自宅の桜を見せたいです。早く咲けって。絶対綺麗やん。桜いいな。千葉では桜のつぼみが膨らんでますって。そうなの？いいね。ね、傘させない、はるちゃん明日。ね、傘させない。傘あるけどさせない、めんどくさいな傘さすの。濡れて帰るか。可愛い子発見ありがとう。そう、雪はそんなに濡れないからね。そうだから雪の方が好きですね。あ、来てくれてありがとう。土曜日全国的に雨なの？皆様も雨ですって。大丈夫ですか？気をつけよう。雨か、やだな。こんばんは、ブザビートありがとう。自分もあんまり傘ささない人なの？はるちゃんと一緒ですね。ちょっとの雨だと全然ささないですね、はるちゃんは。今日は競馬負けたので追加おしゃべり会変えない。お見送りではるちゃんに馬選んでもらうか負けちゃったの。ビビエンだね。土曜日寒いのか。いやーねー、参道傘ってなんだ。
サンドガサ、サンドガサとは何で帰るくらいならジンヤが迎えに行くざますよって、歩いてかな、わかんない。あ、これこれサンドガサっていうのかね、あれか、なんかよくアニメで見る、見かける。あれだと花粉は楽だよね。確かに花粉は楽ですね。あ、自家用ジェットで行き来してるんでじゃなかったって。まあ確かにそれは、まあでもそれは花江ですね、自家用ジェットは。花江だっけ、誰だっけ、わかんない。はるちゃんはあのジーヤが送り迎えしてくれます。新潟、あ、お見送りは話せるようになりました。新潟雨と雪多いからそのためにレインコート買ったけど1回しか使ってないって。あ、まさかの。え、晴れてるんですか、来てる時は。ね、お地蔵さんが被ってるやつ、そうそうそう、あれなんだね、名前あったんだ。ムザビタありがとう。あ、時代劇とかでもよく見ますね。日曜日天気回復で公園行きますって次第かな。ありがとう。そう、はなにゃんがね、自家用ヘリだったよね、ヘリ通学してるって。お嬢だよねやっぱり。でもはるちゃんもあのリアルにあのラジオ体操とかなんかそういうさ、ことの時だけのためになんかお父さんが車で送り迎えしてくれてたので、うん、あ、ジーヤじゃないな、パパチュン。21時55分なうって、ありがとう。大雨か大雪でマイレンコート使うところじゃなかったからって。あ、確かにね、大雨と大雪ってさ、もう使う意味なくなりますよね。ね、大雪の時ははるちゃんは傘差しません、だって傘が壊れる。55分、ありがとう。57分くらいになったらランキング読みます。フェスと同様にイコールしたいざますって、もうちょっと待っててくださいざます。はるちゃんは分かりませんざますね、いつできるのか。こんばんは、立派なお嬢様になりましたざますか、嬉しいざますね。夜の配信時間はね、一応9時半にしといて、予定では予定だからね、早めに入れといて、で早く帰れたら9時半にして、ね、早くできなかったら、え、どうだろうか、明日何時に帰れるか分かんないんだよね。こんばんは、ムザビタありがとう。ね、何時に帰れるんだろうか。そう、予定は予定だからね。そう、あの早めに入れとかないと、もし早く帰れた時のために、そう、ね、早く帰れた時のためにあの早めに入れとく。了解したザマス、あ、みんなザマス使ってる。あ、57分って教えてくれてありがとうございますね。了解したザマスってありがとうございますね。ザマス使えなくなった。それでは13位からランキングいきます。13位、ケータチュン、ありがとうございます。12位、ヒロンヌマチュン、ありがとうございます。11位、ゴーチュンヌマチュンチュンチュン、ありがとうございます。10位、ビールバラチュン、ありがとうございます。9位、境の間周一チュン、ありがとうございます。8位、ノムさん沼チュン、ありがとうございます。7位、茨城のゆきチュン、ありがとうございます。6位、マシュマロチュン、ありがとうございます。5位、ギバチュン、ありがとうございます。4位、五代優作チュン、ありがとうございます。3位、チーボーチュン、
ありがとうございます。2位よしちゃん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルルン、トム沼ちゃんです。ありがとうございますね、ありがちゅんって、ね、そう配信予定は入れといて後から訂正すればね、それでよしだから、そう早めに入れときます。お疲れ様って、ありがとうございますね。今日もありがとうございますね。今日も早く寝ます。あ、今日は早く寝るんだよって。あ、昨日も早く寝れたので今日も早く寝たいと思います。ありがとうございますね。またねみんな、ありがとう。楽しかったざますよって、ありがとう。今日も夜勤頑張ってきますって、お仕事頑張ってね。またね。寝坊しちゃダメざますよって、ありがとうございます。違う、ありがとうございますざますわよ、わかんないなね。またざますよって、またざますよ。おやすみちゅんって、おやすみなさいね。またね、おやすみなさいざますって、ありがとう。おやすみちゅん、おやすって、またざます。皆さんバイバイざます、また明日ざます。バイバイ、おやすみ、またね、バイバイ、いい夢見てね、バイバイ。